独立記念日の週末に17件の銃撃事件が発生し18人が死亡しましたゴーストガンと呼ばれ部品で作られる追跡不可能な銃での犯罪が増えていますアメリカの銃撃事件を調査する機関ガンバイオレンスアーカイブによりますと独立記念日の数日前から毎年銃撃事件が増加します 今年は全米で17件のマスシューティング4人以上の死傷者を出す銃撃事件が発生し18人が死亡しましたペンシルベニア州フィラデルフィアでは3日月曜日夜8時ごろ男が銃を乱射し5人が死亡2歳の子供を含む少なくとも4人がけがをしました容疑者はキム・ブレイリー・キャリカー40歳で SNS に悪霊に取り憑かれていると投稿していたということです事件に使われたのはゴーストガンと呼ばれる銃でインターネットなどで簡単に買える部品を組み立てて作ることができます製造番号がなく追跡が不可能な上 購入に年齢制限はなく、身元調査も不要です。フィラデルフィアでは、ゴーストガンの犯罪が2019年から今年にかけて3倍に増加しています。全米で押収されたゴーストガンの数は、2017年から2021年で10倍に上っています。こうした状況を受け、5日水曜日、フィラデルフィアは ゴーストガンの製造メーカー2社に対し訴えを起こしたと発表しました。